妹に亭主を寝取られた悲しいお姉さんのお話行ってみましょうね。心中に失敗して亭主は死んで妹だけが戻ってきちゃった、そんな楽しいお話です。
初の小骨春が来た頃流れ着き、そしたらたまたんどうしたことか今ともひよっくり舞いもI'm gonna go to the hospital.